皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。本日はこの2人で、はい、木村さん企画という、はい、ちょっと前もやったんですけど、うんうん、ライトな、はい、都市伝説。いいっすね、好きですよ。ライトな都市伝説めっちゃ好きですよ。いいよね、はい、まあ評判も良かったしね。ね、うん、うん、ライトですよ。ライトですよね、はい、ライトす。ちょうどね、僕も今日都市伝説やりたいなと思って探してたんですけど、うんうん、なんかまああんまり、まあよく見たことあるなっていうのばっかだったんで、まあそういうのも選んじゃってるかもしれない。あ、もう全然全然いいっすか。はい、まあそんな感じで全然いいっすよ、やりましょう。ライトなんで、あくまでも都市伝説で、はい、本当にライトですよ。もういいっすよ、いいっすよ。やっぱ僕らあのオカルト初心者が見るチャンネルだと思うんで、はい。はい、いいんじゃないですか。もうなんだっけ、あの 目のマークのフリーメイソン、フリーメイソンとか、はい、あのそういうのはないっすよ。いいっすよ、いいっすよ。いいですよ、全然いいですか。はい、そんな初心者に向けてのチャンネル、僕らももうすぐ10万人ということでね。そうですね、はい、まあ、今週中に行けたらいいなっていう感じでね、やっとおりますね。ちょっと生配信、記念生配信の段取りは組んでますけど、どうなるでしょうっていう本当そうですよ、はい、ところですけどね、皆さんあのご友人、ご家族まだ登録してない人がいたら、うん、進めていただければと、ね、うん、10万人なんでっつって、はい、ね、登録解除していいでっつって、すぐしちゃダメで、しちゃダメ。もうこそっとね、もう寝てる間とかに、そうそう、はい、やっといてくれれば、ね、チャンネル登録、ね、はい、しといてくれればね。いや、そんなコメントありましたね。ありましたね。じゃあ行きましょう。はい、はい、行きましょう。死刑執行に失敗したら釈放されるっていう噂が、おーおー、聞いたことあるっす。ありますか。はい、 A 受刑者は、はい、大量殺人を犯し死刑が確定したあれから数年、今日は A 受刑者の死刑執行日。目隠しをした A 受刑者は考察台に立たされる。ガコン、大きな音とともに床が抜け、チューブラリンになる。30分が経ち、検視員が脈のチェックを始める。だが A 受刑者は生きていた。これ以上は人権に関わるため罪を償ったと認められ死刑終了になる。体調を戻した A 受刑者は新たな戸籍をもらい刑務所から出たらしい。彼に限らず、死刑で死にきれず新たに戸籍をもらい別人としてこの世界に戻ってきた人が多いらしい。あなたの友人や職場、学校にいるかもしれない。おお、うん、これなんか俺見たことあんな。まあ私もなんかで、うん、なんかで見た。これで確かいないんすよね。いないでしょ、日本にはね。いないでしょ ね、 ね、うん、そう。え、なんかその後を復活したみたいな話を聞いたっすけど、うん、よくよく調べたら、うん、それも確か嘘だったみたいな感じの。そうそうそう、うん、でもなんか漫画とか映画とかの設定で、うん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 、なんかこういうのひょっとしたらあったかもなみたいな、うんうん、まあそれから広まったというかね。うん、結構なんかそういう漫画とかもそうですし、掲示板とかからその嘘情報とか、うんうん、めっちゃ広まるらしいですね。ねえ、うん、そうそう、あたかも本当のことのように。うん、うん、ねえ、でもどうなんすかね実際、もし生き延びたら、まあ、これが都市伝説ね。おもろいとこ、おもろいとこですよね。やっぱ 100% なんすかね、あの床がガコンって抜けて首吊り状態になるっていう感じですよね、日本は。そうそうそう、日本はね、うんうん、でももうなんていうの、ノウハウというか、もういい、なんか医学的にさ、うん、なんかあれ脱臼するらしいやん、なんかね、首の、うん、顎というか分かんないですけど、うん、そうそう、それでも確実にっていう、うん、あのセッティングというか、うん、そういうのあると思うからさ、一応なんか計算されてあんまり苦しまないように、そう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 、みたいなね、うん、されてるらしいですからね。ちなみに死刑は死をもっての刑なんで、うん、結構刑務所内ではその刑が執行されるまでは自由というか、他
他の受刑者たちとはちょっと違うみたいな感じっていうのを聞きましたけど、それもなんか仕事とかないんじゃなかったっけ、うん、ね、うん、っていうのを聞いたっすけどね、うん、そう、うん、まあこういう都市伝説聞いたことあるよね、うん、みたいな、うん、そういう話でしたね。あの食べさせてくれるものとかも好きなものを選べるって本当なんですかね、わかんないですけど、最後のご飯、あ最後のね、うん、それは聞いたことあるね、うん、何が食べたいだって聞かれるみたいなね、うん、じゃあ次の話いきますね。はい。富士の樹海の一斉捜査が行われなくなった理由。ほう、あのローラー作戦みたいな感じのやつですか。そうそうそう、うん、かつては秋に警察や地元の消防団が樹海に眠る遺体を一斉に捜索する大規模行事が毎年行われていた。しかし2000年頃から一斉捜索は行われていないという。実は一度の捜索で発見される自殺者の数が増えてしまい、死体の収容のキャパシティを上回るので一斉捜索は行われなくなったのだ。っていうのは嘘。っていうのは嘘。っていうのは嘘で、うん、一斉捜索が行わなくなったのには理由がある、うん、10月頃に行われていたこの捜索は一種の恒例行事になっていたことと、大規模な捜索ゆえに必ず死体が見つかりました。そのためいろいろな報道機関がこの捜索に取材を行い、俺も自殺するならここでと考える新たな自殺予備軍を樹海に呼び寄せてしまうからだそうです。実際にテレビで特集された直後には警察に保護を求める樹海まで来たが自殺を戸惑い保護される人もたくさん出てくるそうです。めちゃくちゃありそう。ありそうですよね、うん、めちゃくちゃありそうだな。なんか最もその捜査が一斉にあるっていうこと自体もしかしたらあったっていうこと自体もしかしたら嘘だったかもしれないです、まあ、そうね、そうね、けど、うん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 、そのなんか病んだ理由っていうのが表の理由は実はこれ違うくて、うんうん、雑魚ですよっていうのももうマジっぽいっていうか、マジっぽいよ ね、 ねすごうーん、うん、確かに。なんか私が子供の頃は、うん、はいはい、なんかその富士の樹海でみたいなのって、うん、たくさん聞いた気がするんだけど、うん、それこそやっぱこういうのがニュースになってたかったからなのか、うん、なんか昔ほど聞かなくなったイメージはある、うん、確かに富士の樹海でっていうのはあんまり聞かなくなりました ね、 ね、まあ、自殺はようね報道されてますけど、うん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 、なんかそれもなんか、うん、そういう、うん、と精神科医だったか、はい、うん、そういうやめましょうっていうことを訴えてる団体は、うん、なんかあんまり報道しないでほしいみたいなさ、そういうことを今でも言ってたりとかさ、まあ確かにね、うんうんうん、助長というかね、誘発されて、そうそうそう、うん、YouTube でもさ、うん、心のダイヤルみたいな出るっすね、出るよね、うんうん、この動画にも出るかもしれないですね、出るかもしれない、うん、そうそう、決して助長してるわけではなくて、ないないっていう都市伝説として聞いていただきたいなっていう話ですね、はい、んなんかそっか、僕らはまあオカルトチャンネルとかもやってるんで怖い話でもよく出てくるんですけど樹海って、うん、どう今のその Z 世代の人たちからしたら、うん、もうあんまり聞かんかもしれないですね、そうなのかなって思ってさ、ね、うん、そのまあ、木村さん世代とか俺世代とかはその昔ニュースで見たみたいなのあるかもしれないですけど、うん、今本当に全然、まあ、ニュース見なくなったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あんまり聞かないんで、聞かないよね、知らんかもしれないですね Z 世代はね、そうそう、そこが自殺の名称だみたいな ね、うん、そうそう、うん、パトカーの幽霊が出るっていう話を聞いたことありますけどね、樹海で。おもろいね、うん、なんでなんかその樹海の普通に道路走れる道路あるじゃないですか、うんうんうん、あそこのそのわ なんていうんですか、あのちょっと道が広がって止まれる、あ車が止まれる緊急停止帯みたいなやつ、うん、みたいなところにパトカーが止まって
ってたんですって、うん、でまあパトカーだと思ってバーって行くじゃないですか通り過ぎて、うんうん、また止まってるんですって別のとこ、ね、次のそう、うん、でよくよく見るとあれ、うん、同じじゃねみたいなナンバーも、うん、でまた行くとまた止まってるんですって同じのが、うんうん、でなんか5回ぐらいそれに遭遇したみたいな話があって、うん、人は乗ってないんですって不思議だね、うん、その道昔走りましたけどねその舞台となった、うん、へえ、うん、確かに怖えなと思うんですけどあちょっと雰囲気があるところではあるあるさるさもう夜とかだったら結構怖いと思って、うん、周りも景色も変わらずみたいな、うん、一面木っていう感じなんではい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 、うん、はあパトカーねね車の霊かと思ってねなんか一番心霊と遠そうなイメージあるけど ね面白いね、うん、じゃあこれも聞いたことあるぞっていう話ですけど、はい、日焼けサロンで焼きすぎると内臓を焼いてしまうっていう話、うん、ええーあれ聞いたことない。ない。あれ本当。うん。もうそう。ガングロブームの頃、うん、ある女子高生が毎日のように日焼けサロンに通っていた。その女子高生は早く肌を焼きたいために一つの店では満足せず、日焼けサロンを何店もはしごするほど熱心だった。しかし自分の望み通りの小麦色の肌を手に入れた頃から、彼女をたびたび腹痛が襲うようになる。そしてついには自分のお腹から変な匂いがするようになった。これは日焼けどころではないと思った彼女は病院へ飛び込んで診察を受けた。非常に珍しく、あなたにとっては辛いお話ですが、医者はそう切り出した。残念ですが、あなたのお腹の中は半分焼けてしまっています。そう、まるでオーブンか何かで体の中を焼かれたような状態です。何か心当たりでもありますか？そう、彼女は日焼けサロンに通って長時間肌を焼きすぎたために皮膚だけではなく内臓まで焼いてしまったのだ。一度焼けた肉を元の状態に戻す方法があるはずもなく、しばらくして彼女は亡くなってしまったという。どうですか？あるんすかっていう感じですけど、ね、だって違うじゃないですか。ん？日焼けサロンって紫外線っすよね。まあそうだろうね、肌を焼く、うん、でもオーブンとかあ、まあ、電子レンジ、うん、とか中までその焼くやつって、うん、近赤外線っすよね。近赤外線っすよね、うん、まあちょっとその辺はちょっと分からんけど、近赤外線のエステのマシンみたいなの、うん、俺当たったことあるんですよ、うん、そのお中のお肉っていうか脂肪を柔らかくして痩せやすくするみたいなやつなんですけど、うんうんまあ、結構多分日本に2カ所3カ所ぐらいしかない機械だって言って新しく導入されたのをなんか試しにやらせてもらったことがあるんですけど、うん、なんかまあその医学的な話で言うと、はい、ガンって結構水が溜まるらしいんですよ、うんうんうん、そのがんの細胞のところに、はい、だからそれを当てて、うん、もし内面が熱ってなったら、うん、がんがあるかもしれんで病院行った方がいいよみたいな、ほうほうほう、その電子レンジと一緒なんで沸騰してみたいな感じになっちゃうんで、うんうん、って言って、うんうん、それに当たった人が、うん、その近赤外線のやつに、うんうん、治ったっつって、うん、そのがん細胞がもう焼けてなくなってるみたいな、うん、病院行ったら、うん、っていうことがあったっていう症例何個もあるけど、うん、医薬品というかその医療じゃないんで、うんうん、あくまでもエステなんで、はい、その認可が下りてないだけで、はい、一応がんとかにも使えるよみたいな触れ込みでそれ当たったことあるっすけど、うん、なんかその、うんかうん、そのなんか日焼けマシンで中が焼けるっていうのが皮膚がんとかあるかもしれないですけどね。まあそうね、うん、まあだからこれはさ、なんか焼肉とかさ、うん、なんか炭火とか遠赤外線でみたいなさ、うんうんうん、そういうのあるじゃん、うん、なそれとその日焼けの紫外線のなんかごっちゃになっちゃって、うん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 、なんかあまりにも、うん、日焼けサロンに行くと、うん、なんか親とかがさ、うん、子供とかにさ、うん、ビビらせるみたいな感じでさ、うん、めちゃくちゃ言葉悪く言うし、う
ちょっと申し訳ないんですけど、偏見で、うんうん、日焼けサロンに行く人が引っかかりそうな都市伝説ですね。なるほどなるほどね、うんうん、はあ、うん。なんか私はそのピアスの白い糸の話があるじゃないですか。ピアス開けると耳から白い糸が出て、うん、なんかそれ引っ張ったら目が見えなくなったよみたいな、うん、なんかそれもさ、なんか親がさ、なんかピアスなんか開けるとみたいな話でさ、ね、実際そんなことはないけど、うん、なんかそういう風にちょっと信じちゃうみたいなのの一つなのかなって、はいはいはい、うん、確かにね、うん、あんなん電子レンジと一緒だからお腹の中が焼けちゃうよみたいなさ、はって言ってなんかあんなんいかんほうがいいみたいな、とどまらせるというか、はい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 、うん、そういう話の中の一つなのかなって。うん、木村さん世代よりちょい下っすかね、ガングロ流行ったの。木村さん世代とか、いやもう覚えてないな。俺らのね、ちょい下かな、俺らのちょい上なんすよ、うん、うんうんうん、1個上から1個下ぐらいまでがすげえ流行ってた、うん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 、そっからなんか白ギャルとかも増えてって、あ、ルーズソックスが、はいはいはい、流行ってた頃なんすよ、うん、あ、そうか、うん、俺ら末期、末期、多分末期ぐらい、そうだよね、うん、うん、だからそれよりも後だったような気がするじゃんね。あ、ガングロ、そうっすね、そうっすね、俺らのほんとちょっと上、うん、1個上、2個上、流行り始めた、ルーズソックスが流行り始めた。え、今ってどうなの、そんなやついない、今なんかくるぶしよりちょい上ぐらいのソックスっすよね。そうだよね、うん、なんかファッションで履いてる人いるのかもしれないけど、あ、まあまあね、ルーズソックスね、うん、え、こんなんなのって思ったっすもん、最近女子高生履いてるの。うん、俺らは多分ルーズソックスとコンソックスの時代、うん、ミックスっていうか、いや、そんな時代もありましたね。ありましたね、うん、うちの奥さんが日焼けサロン行ってたっつってたんで、うん、あ、そうなんだ。で、1個下なんで、1個下、まあ多分ちょうど末期ぐらいな、うんうん、ですね、うん、はあ、ガングロだったんですか、みたいっすよ。へえ、そうなの、うん、その時、あ、学生の時、学生の時、それこそ高校生とか、はい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 、うん、まあでもさ、違ったらごめんだけどさ、トモギャルあんま嫌いじゃないよね。俺は大好きですよそうだったよね、確か、うん、そうだよね、大好きでしたね、うんうん、あ、じゃあなんかちょっと今は別にガングロじゃないけど、ガングロだったよっていうのはちょっとなんかこうプラスに働いてる、あ、昔ギャルだったんだみたいな。そうっすね、うん、別になんかプラスマイナスないですけど、過去のあれにでも過去の写真とか見るとめちゃくちゃギャルだったんで、あ、おー、ギャルだって思いましたね。うん、見てみたい。あ、あ、そう、うん、まあね、流行の入りしたりはね、本当っすね、本当世代が分かるというか、うん、あ、ギャルをいました、木村さん世代と違うか。いない、だって俺ら、いない、俺らの、うん、なんか豊橋って卒業パーティーみたいなクラブでやるんですけど、結構大きいライブハウスというか、学校単位で、いや、もう誰でも来ていいよその世代みたいな、あ、はい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 、やるんですけど、そんな文化あったのかな、ちょっとわかんない、誘われてないから。俺もね、2つ上ぐらいまでは、2つ上ぐらいからやってたっすよ。ああ、そう、うん、でそれでまあパラダっていうとこあったじゃないですか。あったあった、うちらはそこだったんですけど、うんうん、港の方の大きいライブハウスね。ギャルを2人いましたね。2人、はい、2人2人その時多分俺らのその3年生の時に、うん、ギャルをっていうのがいるんだってみたいなのになって、うんうんうん、でその卒業最後の方に、うん、豊橋にもギャルをがみたいな、おお、最先端だった、最先端当時は、はい、あのアルバローザの服着てみたいな、はいはいはい、ガングロでなんかちょっと目の周り白いみたいな、はいはいはい、うん、いたっすね、うん、まあ、時代だ ね、うん、実際に友達とかにもいなかったし、うん、うん、今もいるのかな、いいな、なんか何年か前、それこそ多分10年以内だと思いますけど、うん、いや10年も経ってないな、5年以内だと思いますけど、うん、なんか渋谷のそのガングロサークル、うんうん、
みたいなのに所属してる女の子のドキュメンタリーみたいなの見たことありますけどねで今もじゃあその当時はまだあったってことね。そう多分最後みたいなこと言ってた気がする。いた子みたいにいた子みたいに言うなよ最後の最後の世代最後の世代がもう絶滅しちゃうんで多分なかなかもう残ってないんですよ、まだあったんだね当時は ねあったみたい、すごい、ね、深夜のそれこそなんか日曜深夜とかにやってそう なああいうドキュメンタリーと、へー、うん、ちょっと見てみたいねそれも、うん、はなんか2人でルームシェアしてて2人ともそのサークル入ってたんで、うん、まあ、2人はいるいるね、うん、はじゃあ次の話しますね、はいはい、スーパーマリオにはモデルがいたっていう話なんですけど、あれこれって、はい、やりませんでしたっけ、あれやった、その配管工のあれなんかの回でやった気がするな、配管工関係ないっす、あマジっすかあれなんかの都市伝説、この前ケイスケがおる時の都市伝説の回でやった気がする、読んでみましょうか。あ、そうですね、そうですね、うん。それでもしあったら消しましょう。消しましょう。消しましょう。はい。はい、スーパーマリオブラザーズは大変な人気ソフトである。日本で650万本以上、海外では3000万本以上を売り上げる超ヒット商品となった。日本のみならず、海外でも高い評価を受け、現在新シリーズが登場するたび、どれだけ早くクリアできるかタイムアタックに挑戦する人もいる。しかし、この作品にはある悲しい設定が存在する。それはマリオという実在の人物の妄想をもとに作られたというのだ。マリオさんは大変なキノコ中毒で多量のドラッグキノコを食べてラリってしまい、さらに花を取ると火を吐く、かっこ花は女性や大麻を指す、火を吐く、かっこトリップなどを指すなど面白おかしく中毒症状で口走っていた。そんな設定を書き留めてスーパーマリオブラザーズというストーリーが出来上がったのだ。現在ではモデルとなったマリオさんは亡くなってしまった。世界的大ヒットの当作品の裏にはこんな切ない話があるのを忘れてはならない。これでした？違ったかも入れときましょう、入れときましょう、はい、ほんと都市伝説ですね、ほんと都市伝説ですよ多分ないだろうなっていうまあ日本のね、ゲームですから、うん、まあその当時1986年でしたっけ、まあ、一応あたり社だったっけ、なんか海外のゲームの会社と、うんうん、あの、ね、ハードありましたよね、あったり、ね、だから、うん、そのあったけどさ、まあでもその辺の文化は完全に日本リードしてたもんね。ドンキーコング2、うん、ドンキーコングジュニアの時だったかな、うんうん、あのドンキーコングあったじゃないですか、あのファミコンの上登ってく、あるよ、あれの2だったかで主人公がマリオっていう名前がついてたんですよね。あ、そうなんだね。そうそう、初めてはそこらしいっすよ。でそっからスーパーマリオ、あとで、あとでスーパーマリオ、うん、あでもマリオブラザーズってゲームもあったじゃん。そうか、マリオブラザーズがそのあとで出てみたいな、うんうん、ちなみに、うん、さっきの話で世界で、うん、3000万本以上売り上げる超ヒット作品になったって話じゃないですか、うん、今までで一番売れたゲームソフトって何か分かりますか？おテトリス？違います。あー、なんだろう、なんだろう、超有名っすよ。一番売れたんすもんね。一番売れました。ちなみにテトリスは3位です。3位？はい。マリオブラザーズ？それこそマリオブラザーズは、うん、あ、ね、スーパーマリオのこと？そう、あの初期ファミコンの、ファミコンの、うん、違います。
ドラゴンクエスト？違います。世界ですよ、世界。世界か。世界ですよ。なんだ？ヒント、うん。クロスプラットフォームです。クロスプラットフォーム、わからない方のために説明すると、いろんなゲーム機で、うん、それぞれそのソフトが出てるっていう、パソコンでも遊べるし、うん、例えば、任天堂スイッチでも遊べるし、うん、PS5 でも遊べるし、うん、みたいな、そういう、まあ、今多いっすよね、いろんなあのもので遊べる。でも全部で出てるみたいな、ほぼほぼ全部で出てるみたいなことですよね、言ったら。そうっすね。そんなゲームあるっすか？あるっすよ。めちゃくちゃ有名。めちゃくちゃ有名。1位っすよ。全然わからん。テトリス以外全然わからんや。3位か、でもテトリス。でもね、うん、2000年代に発売されてると思います。結構新しめっていうか、まあ。そうそう、新しめです。ちなみに私はやったことないです。ボンバーマン？結構クロスじゃないですか、あれも。ボンバーマン80年代でしょ。新しい2000年代に入って出たやつかなと。そんな話聞いたことあります？ないっす。ゼルダで売れたって話聞いたことありますか？あ、ゼルダか。ゼルダではないっす。あのブレスオブファイヤーじゃない、何ですか、何でしたっけ、あのなんとかワイルド、ワイルドブレオブワイルドとか、うん、それはね20位です。20位、あ、それで20位、はい、うん、なんだろう、全然わかんないな。2000年代ですもんね、プレステ2とかぐらいですよね、うん、プレスで言うと。ちょっとね、私ちょっと正確にはね、ちょっとわかんない。だって木村さんやったことないって。やったことないです。まあ、2位いきますか。はい、2位、グランドセフトオート5。あー、5? 5。うん。ここは2億本売れてます。まあまあ、やられてる、今でもやられてるっすもんね。あ、そうなんだ。はい、5は。めっちゃ自由度が高いんですよね。あー、なるほど。いきますか、1位。うん、うん。もう、気になる。わかんないっすか。マインクラフトです。あー、なるほど、確かにやってるわ、しかも俺も。あー、木村さんはできんわ。やったことないです。多分ね、あのカクカクでも酔っちゃう気がする。あ、うん、そうだろうね、うん。面白いですけどね。それはそういうことなんでしょうね。うん、うん、まあそれはマイクロソフトも買収するわっていう感じ。ね。うん、なるほどね。話ですね。テトリス3位、結構いいとこ行ったっすね。そうだね。うん、確かに。そうか、昔のゲームじゃないんだっていう感じ。そうなんですよね、結構びっくりだよね。テトリスがめちゃくちゃ売り上げたじゃないですか、3位ってことは。そのテトリス社が次に出したゲームめちゃくちゃ売れんかったの知ってます？知らない。それハットリスっていう、うん、なんか帽子を、うん、同じ帽子を重ねると消えるみたいな、うん、おうおう、帽子をぷよぷよみたいな、あ、そう、縦型なんですけど、うん、ああいう帽子が落ちてくるんですけど、うん、その帽子を重ねてくんですよね、はいはいはい、でなんか同じ種類の帽子で重ねてくってこと、そう、うん、でなんかなんていうんですか、下の台座がくるんって回って、うん、その入れ替えて、ああ、なるほどなるほど、そう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 、ここに落とすみたいな、はい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 、のを確か爆死したっていうのを聞いたことがあります。ハットリス、ハットリス、へー、じゃあ、はい。じゃあ次いきますね。行きましょう。ちょっと怖い。うん。1年生になったらっていう歌があるんです。はいはいはい。あの歌の、はい、まあ都市伝説です。はい。1年生になったらって有名な童謡がありますけど、うん、この歌には不自然な箇所がある。どっかわかります？わかるっす。俺はずっと思っとったことがあります。その歌に対して。1年生になったら。うん、友達100人できるかな、うん、100人で食べたいな、うん、富士山の上でおにぎりをパックンパックンパックンと、うん、友達が100人いるのに100人で富士山の上でおにぎりを食べる、人数が1人足りないのである、うん、友達100人に自分を入れると101人になるはず、うん、ずっと思ってました俺は。これの謎を解明します、うん、それにはこんな逸話がある。戦時中疎開先で空腹に耐えかねた子供たちが一人仲間を殺して食べ、あまりの美味しさだったことからその名を
当時のごちそうイコールおにぎりと名付け、この歌を残したとも言われている。どうですか。いやないでしょうっていう。あのなその都市伝説は、うん、いやないでしょうって思いますけど、その101人なのになっていうのはずっと思ってました。凍結かと思って、遠足で当日欠席かみたいな。あーなるほど、うん、友達100人できても、うん、遠足は自分休んで、うん、100人で食べたんだなみたいな。ほー、うん、あ自分がね、うん、あそうなるほど、自分以外の友達が100人で食べたぞっていう歌だな、悲しいなって思ってました。うーんなるほどね、うん、そうか、自分じゃない可能性もあるのか。あるあるね、うん、実は疎開先で空腹に耐えかねた子供たちが一人仲間を。ないっすもん、そんな。なんかその牛の首とかっていう怖い話あるじゃないですか。 ね、あれもなんかその牛の首をかぶせて人間を食べたみたいな話じゃないですか。どうなんすかね、あるんすかっていう、そのまあわかんないっす。そのなんて言ったらいいですかね、村全体で飢饉が襲うみたいな時に生きてないので、うん、本当にその人間を食べるまで行くのかどうかっていうのも、うん、経験したことがないんで分かんないですけど、うん、なんかないでしょうって思っちゃう。、うんうん、まあこの歌に関しては、うん、ちょっとこじつけっぽい感じしますよね、うん、まあ語呂がいいからっていう感じですよね、多分100、101人でとは言いにくいですよね。そうね、うんうんうん、まあまあそういう、うん、多分その作詞者も分かってたでしょうっていう感じはしますけどね。まあね、あの101人だなっていう、うん、本当はっていう、だってあれですよね、大きなノッポの古時計も、うん、日本訳した時に、うん、100年になったんですよね。あ、そう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 、99年なんですよね、確か本当は。そうなんだ、英語訳、あれはすごい訳だよ ね、すごいいい歌詞だよ ね、うん、あそうなんだ、うん、なんかそうらしいです。99だと何 99、 うんうん、かな、いや どこの歌、あの国の歌かちょっと忘れちゃったんで、はいはい、そうそうそうか、わかんないですけど、へ、確かなんか99だったか90だったかなはず、うんうんうん、100ではない、100ではなかったんです。あでも日本語にした時にそう語呂がいいからっつって100にしたと、うん、っていう天才、ね、すごい都市伝説かもしれないですけど、うわうわそうかわかんないですけどね、わからんね、うん、なんか聞いたことありますね。そうか、うん、じゃあ次の都市伝説、はい、飛行機でおっぱいが爆発したっていう都市伝説、はいはいはい、ある女性がバストにシリコンを注入する包茎手術を受けた。彼女は医者からシリコンが安定するまでは1ヶ月ほどかかります、その間は決して飛行機には乗らないでくださいという注意を受ける。ところが彼女は仕事の都合で飛行機に乗らなければならなくなった。彼女は悩んだが結局医者の忠告を無視し空港へ向かった。もともと美人であった上に手術によってたわわのバストを手に入れた彼女は機内でも注目の的であった。飛行機が飛び立ち高度を上げるにつれ彼女はさらに大きな注目を集めてしまうことになる。彼女の胸の中のシリコンが気圧の変化によりぐにょぐにょとうごめきながら膨張し始めたのだ。大勢の乗客の前で彼女の胸は風船のように膨らむとやがてパンという大きな音を立てて破裂した。あたり一面は血の海と化した。彼女は出血多量で意識を失ったが飛行機着陸後にすぐに手術を受けてなんとか一命は取り留めたそうだ。これどうなんすかね、何が本当なのかなっていう。いや飛行機の中の気圧は均一でしょ、うん、ねえ。なんかこれちょっと誰だったか忘れちゃったっすけど、うん、あの高須クリニックのあの人か、はい、今令和の虎とかで話題のドラゴン細井さんっていう美容系のクリニックの先生か、うん、はい、どっちかがなんかこれって本当ですかみたいな質問に答えてた動画ちょっと見たことある気がする。なんて言ってた？いやなんかもう今はないみたいな、そんなことは。ああ、うん、その昔のその素材、うん、みたいなものだったら、あらもしかしたらみたいなこと言ってた気がするっすけど、それもちょっとうろ覚えなんで。あま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 あ、うん、
ね、そんなのないよみたいなこと言ってたかもしれないし、ちょっと忘れちゃったっすけど、だってそれどうなんすかね、その気圧の。まあそれこそ今はなんかそう、なんていうのかな、素材がさ、ね、なんかもう最先端の素材でさ、うん、今はないんじゃないの、ね、昔はなんか本当になんかちょっと分かんないけど、ねえ、あの、うん、まあ、パック入れたりとかあるんですか ねあったのかもしれないしね、うん、分かんないけど。脂肪入れるんでしたっけ今は。いやもう全然分かんない。何通りかやり方あるんですよね確か。まあそうだろうね、うん、ちょっと全然あの調べた、やろうと思って調べたこともないもんで、うん、ああまあそうですね、うん、好みでもないですしね木村さんね、巨乳 というのは巨乳巨乳の人別に好みでもないですもんね。あ、どうなんすか、ガリガリリーハイツインテールじゃないですか、はい、うんうん、え、まあ、ガリガリでも巨乳の方がいいっていう感じですか、ね、いやだってえ なくてもいいかね、うん、なんかそんなようなこと前言ってたなって、ないならないでっていう、うん、全然いいっすよ、うん、ないならないで、やっぱ感度の方が大事じゃないですか。まあそうだ、そうですね胸別に大きさでね、そう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 、うん、うん、ですね、うん、これどうなんだろうな、スプレー缶とかはね、まあ荷物室だからっていう感じなんですかね、なんか送るときにこれ飛行機乗せれないんでとか、リチウム電池とかあるじゃないですか、スプレー缶とか、はいはいはい、そうじゃない、荷室は別にその気圧、客室はちゃんと気圧保たれてるからね、え、うん、まあそんなこと言ったら死にますからね、ねえ、うん、そうそう、てかあのあれプロレスラーの入れ歯の話を思い出しましたよ、プロレスラーの入れ歯の話、うん、プロレスラーが、うん、その貧乏時代というか、はい、やっぱバイトしなきゃいけないんで、うん、結構うんとスクラップ工場かなんかでバイトしてた時に、うん、その鉄くずを細かく散乱してるのをまとめるためにすごい強力な電磁石のやつをいじるってなって、うんうん、それスイッチ入れた瞬間、うん、そのプロレスラーの口に入ってたその詰め物っていうか、うんうんうん、がその脳を突き破ってその電磁石にくっついてったみたいな怖い話があるんですけど、おうおうっていうのを思い出しました、都市伝説みたいなのも怖い、うん、まあそれも多分都市伝説っていうかそんな話ないんでそうね、うんうん、そんなに強いみたいなのあるし、そうだね、うん、うん、そんなあの大きさで引っ張られちゃったら、うん、他のものが引っ張られそうな感じもするし、ねね、いやそもそも鉄なの、磁石に反応するのみたいな、ねね、うんうん、どうなんすかねっていう、まあ、これも都市伝説ですかね、はい、まあ、あの日太郎の都市伝説みたいなもん、そうそんなもんだよね、うん、でもいいじゃないですかそういう都市伝説をネタに ね、うん、これだけ話が盛り上がるのはね、本当に面白い都市伝説、やっぱりいいよね、うん、次いきますね、はい、聞いたことあるか分かんないですけど、うん、あの100匹目の猿現象って聞いたことありますか、ないっす、ないっす、あ、ないっすか、うん、それなんか私は、うん、なんか国語の教科書かなんかで見たような気がしたんだけど、100番目の猿現象とは宮崎県の、島に生息する日本猿の一頭が芋を洗って食べるようになり、同じ行動をとる猿の数が、敷地仮に100匹とするを超えた時、その行動が群れ全体に広がり、さらに場所を隔てた大分県の猿の群れでも突然この行動が見られるようになったとい うある行動考えなどがある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播するという現象、うん、ライエル・ワトソンが1979年の著書で述べ、1981年に出版されたケン・キース・ジュニア100番目の猿によって世界中に広まった。これが日本では、100匹目の猿、思いが世界を変えるで紹介され、人間にも同様の現象が存在するのではないかということで、ニューエイジ関係で有名になった。こういう
現象があるんですけど、うん、知らなかったです。そういうのあるんですね。まあシンクロニシティみたいなのと、うんたいな、ね、うん、なんか竜みたいなもんですかね。竜、なんか世界各地で竜ドラゴンってなんかあるじゃないですか。あるね、伝承あるあるある。でも世界各地でなんで、あ、一箇所じゃなくて、うん、なんで世界各地でドラゴンっていう存在が似たような姿で、うん、まあそうだね、ちょっと中国のと西洋のとちょっと違いますけど、ね、うん、うん、まあ、なんでいるのかなっていう、うん、確かにね、それにちなんだ都市伝説なんですか。あ、てかそれが都市伝説ですか。いや実は、うん、このニホンザルの逸話は創作されたもので、うん、群れ全体に伝播したっていう事実もないし、うん、離れたところで観測されたという事実もないと、うん、これはあの著者のライアル・ワトソン自身も、創作であるってことを認めているって、うん、だこれ今まで信じてた人いると思うんですよ、うん、はい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 、うん、でもこれはあの創作だったよっていう、うんうん、そういう話です。友が、うん、この800名の猿の話知らなかったから、うん、あんま盛り上がってないですけど今もう今これ聞いてる人、そう、あ、そうそう、知ってる人は YouTube 聞いてる方の中には、うん、そうだったの、あれ嘘なのって思ってる人がたくさんいると思います。うん、うん、すいません、もっと知っとくべきだったそうなんですよ、これデマなんですよね。へえ、うん、だからそのあ、でもその本は本当に出てるんですね。出てる、うん、あ、でそれが創作だったよっていうことですね。そうだから本当そのニューエイジ系で有名になった、要するにうんと、うん、人間が思う、うんうん、うん、もっとこういう、こういい世の中にしたいみたいな、そういう人間の思いっていうのは、うん、なんかみんなに、伝わっていくもんだからみたいな、うんうんうん、そういうなんか思考、うん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 、をもっとよくしていきようみたいな、うんうん、なんかそういう、なるほどなるほど、うん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 、そうそう、でもっと地球をよくしていこうみたいな、うんうん、なんかそういう思いというか論説の中で語られる例として、なるほどなるほど、こういう現象があってみたいな、はいはいはい、うんうんうん、へえっていうのがあるんだけど、これはフィクションだったっていう。はあ、面白いですね。そう、まあでも友があんま知らんかった。そうそうなん、そうなんすよ、101匹ワンちゃんしかわからん、可愛いなまあ見たことないけど、それも有名だけどね、ダルメシアンがいっぱい出てくるよね。そうそうそう、うん、見たことあります？あのね、うん、実写のやつ101と102は見たことあるっすね、うん、けどそのアニメの方、あ、元のオリジナルの方は全然、うん、どんな話かもちょっとわからん、古すぎて多分。そうね、うん、なんか犬の毛皮売るぞみたいな悪いクロエラでしたっけ。ああ、うん、クルエラ、クルエラかな、うんうんうん、なんかそういう、そういうのがいる、いてみたいなのしか覚えてないです。覚えてない、はい、じゃあ最後、最後、最後か、もう、いや、なんかずっと聞いておきたいですね。ちょっと待って、最後の前に、うん、軽いやつ一個いく、ね。ああ、いいですね、いいですね、うん。都市伝説ですよ。はい。PTA からの苦情で、うん、ドラえもんは浮いたっていう話です。浮いた。ドラえもんあれちょっと浮いてるの知ってますか？あ、はいはいはい、うん、そうそうですね。うん。1センチだかなんか。なんか浮いてるんですよ。浮いてんすよね。そう。ドラえもんは全体的に丸く可愛らしい外見が特徴的、ドラえもんは常に浮いているという噂を聞いたことありますか？これは噂ではなく、ドラえもんは地上から常に少しだけ浮いて歩いている設定です。しかし最初からこのような設定ではありませんでした。ドラえもんは人気アニメとして子供たちのほとんどが見ていました。しかしある時こんな苦情が出てきました。ドラえもんが土足で家に上がるのは子供たちの教育上良くない。このような苦情が全国の PTA からテレビ朝日に寄せられたために、ドラえもんは浮いているという無理やりな設定を作ることになったんです。へえ、都市伝説ですからね。うん、うん、なんかドラえもん図鑑みたいなのが出た時に、うん、
浮いてるみたいなのが書いてあって、みんなはーってなったっていう感じだと思ってました。ほー、うん、まあ実際設定として大元の藤子不二雄が考えた設定として、もうもともと浮いてるっていう設定で、でなんか面白おかしく後の世の人が、あれって実は PTA からあってみたいな感じでつけた都市伝説なのか、なんかそんな感じしますけどね。本当に浮いてなかったけど、こういう苦情があったもんで浮いてるっていう設定にしたのか。うわー、でもどっちなんだろう。でもまあ子供たちは絶対見てましたよね、多分ね。見てましたね。そういう苦情が出てもおかしくないかなっていう、でもアニメの中の話だしね。まあロボットだしさ、まあ、ロボット靴履くの、みたいなさ。ねえ、クレヨンしんちゃんとかだってなんか子供に見せたくないアニメナンバーワンみたいなのとか、ねえ、あれもそういう苦情ですもんね、親から。品がないみたいな。そもそもなんですけど、PTA って何、っていう感じしません？わかる。そんなんか当たり前として使ってますけど、なんか実体何っていうな、いつから始まって、どこにでもあるじゃないですか。何の略か知ってます？わかんないです。ペアレンツ。あ、そうそう、ペアレンツ。アンドティーチャーじゃなかったっけ？あ。で、アソシエイツかな？はぁ。だからまあ、親と教師の集まりみたいな。みたいな。うん、へぇ。なんかそれに入る、入らんとかもあるし。あるね。わかんない。なんだろうね。ねえ。うん、え？あ、そうか、木村さんの子供まだね、小学校とかじゃないもんで、PTA とかないかもしれないですけど、それ入るとか入らんとかあるんですかね。どうなんだろうね。ねえ、なんかドラマとかだと、すごいお金持ちのお母さんが、その PTA の会長をやってるみたいなのとか、たまにあるじゃないですか、設定で。あらあら、もうあれよくわからんし、ああいうのも。わからんね。俺の小学校の時とかも、まあ、PTA あったのは知ってますけど、そういうのあったんかな、なんかそのお金持ちの人のところのお母さんがやってるとかあったんかな。どうなんだろうな。あんま田舎でも、田舎の方があれか、なんか牛耳ってるとかありそうだもんな。どうなんだろう。どうなんだろうね。私が高校の時に付き合ってた彼女の、父さんは PTA 会長だったよ。そんなでもめちゃくちゃお金持ちでとかそういうあれじゃないけど、保護者会みたいな感じですよね、それとはまた違う。いや、わかんない。まあ保護者会ってなんか先生と親が話すみたいな、そういう会だよね。一対一で話すみたいなさ、なんか三者面談とか、そういう三者面談、保護者会のことを保護者会って言うんですか。なんかそんなイメージある。でもなんだろうね、昔の方がなんか強いというか、ね、あ、でも自分が学生だったもんね、そう思ってただけかな。そうそう、なんか分かんないなと思って。分かんない、ね、分かんない。子供会もよく分からんすもん俺謎の組織ですよ俺の中で言ったら、あれなんか俺もなんかその子供会のやつとか参加したことありますけど、あれなんの、どうやって入ってどうやって出たのかも分からん本当はね、本当だ本当だ。いつの間にかなんか子供会のクリスマスパーティー行くみたいなこと言われて、行ってみたいな、子供会のバーベキュー行くみたいな、なんか分からん、安い肉出てきてみたいなでも俺らなんかその今になって食べ放題とか、まあ昔行ってたんですよ、焼肉の。昔っつっても数年前の話ですよ、別に今もあるような、それであの一番安いランク のコースでカルビとかまああるじゃないですか。あのカルビのこと子供会のバーベキューって呼んでますもんカルビでいいじゃん長いじゃん、子供会のバーベキューの肉出てきたねっつってそれ伝わるんですよね。ああ、なるほど。謎の組織っすなんかちゃんとこの PTA はこういうので組織されてて、子ども会はこういうので組織されてますみたいなの知ってる人いたら、
まあ地域によっても違うのかもしれないですけど。まあそうね、うん、なんか小学校に入ったら子供会に入るみたいな感じなんじゃないのかね。 なんですかね、わかんないね、わかんない、うん、うん、自由参加なのか、うん、ねね、なんかその会費とかも払ってんのかどうかっていう、ね、どうなんだろうね、うん、でもなんかクリスマス会のプレゼント、子供会のクリスマス会のプレゼント買いに行くとかあったっすよ俺。ああ、うん、まあちょっと分かんない、ね、分かんないっすね、うんうん、謎の組織、謎の組織、フリーメイソンより怖いっすもん子供会PTA、 うん、謎ですね、謎ですね、うん、最後の都市伝説行きましょういやまあこれはなんか怪談っていうか、うん、都市伝説っていうかっていう話です。うん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 、うんうん、まあこれ最後に持ってきたのもちょっと軽量が違う。なるほどなるほど、そう、まあちょっと読み物的な感じ、うん、ある小学校に赤いマフラーをした女の子が転校してきた、うん、その女の子はマフラーを外したことがなかった。ある日に同じクラスの男の子が、なんでいつもマフラーしているの？と聞くと、あなたが中学生になったら教えてあげると女の子は答えた。男の子と女の子は同じ中学になった。なあ、中学生にもなったし、なんでマフラーしてるか教えてくれよと男の子は聞いた。しかし女の子は、私と同じ高校になったら教えてあげると答えた。高校も同じ学校になった二人。なんで赤いマフラーしているのかそろそろ教えてくれよという男の子の問いかけに、私と同じ大学になったら教えてあげると笑うだけだった。二人は同じ大学の同じ科へ。その頃には二人は恋人同士になっていた。それからも同じ会社へ就職し結婚もした。結婚してからしばらく経ったある日、男は妻となった女に、ところでお前ってなんでいつもマフラーしてるんだ？と聞いた。わかったわ。そろそろ教えてあげるね。そう言うと、彼女は今まで決して外さなかった赤いマフラーを首から外した。ゴトン。彼女の首が床へと落ちた。女の子の首は昔からマフラーでつながっていたのだ。今でもある家では赤いマフラーをした女性と青いマフラーをつけた男性が仲良く暮らしているらしい。いや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 息取れんじゃんっていうまあ毛色ちょっと違うし、うん、なんでその男の子も青いマフラーしてたんですか。それが ね最後突然出てくるんだよ ねそうなんだよね。なんか意味が分かると怖い話なのかなって思っちゃったどういう感じなんだろう。うん、なんかもっとロマンティックな話なのかなと思って、うん、これを教えてほしければなんかどん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 なんかね同じところに行ってみたいな。で、うん、結婚してるから、うん、なんか実はあなたとずっと一緒にいたくてみたいな、うんうんうん、彼女の首が床へと落ちた、ね、いやいやいやってなりましたよ俺はちょっと笑っちゃいましたもんね鼻で。 これを見たから男の人も首が落ちちゃって、うんうん、あ同じになったってこと。そうそう、ほんで青いマフラーをするようになったんじゃない。あえどうやって生きてるんですかファンタジーが過ぎる。まあ、まあまあ、そういろんな捉え方がある、 あるよね。へ、うん、ちょっと話変えていいですか。いいですよいいですよ。サザン聞いてたんですよ、サザンオールスターズ、はいはい、ラブアフェアっていう曲あるんですけど、秘密のデートっていう、はいはいはい、あれって、うん、なまあ、第五不当デート、そうそうそう、虹を見てシガディアンデーっていうやつ、はいはい、あれってなんか不倫の歌っていう話聞いてたんですよ。まあタイトルも秘密のデートだし、確かに、うん、歌詞ちゃんと見たことなかったな、うん、それで、うん、最後の方に、うん、その首筋に夢の跡っていう感じの歌詞が出てくるんですけど、うん、はい、それって多分キスマークのことだと思うんですけど、うんうんうん、なんか不倫だったら、
そこにキスマークつけるのやばくないって思ったんですけど。ああ、うん、なるほどね。もうそのこれ多分女性目線の曲だ、うん、なんすよ多分歌詞的に、うんうんうん、女性側の歌っていうか、はい、なんか男性の首筋についてるってこと？あ、どっちなんだろうな。うん、多分そうだと思うんですよね、うんうんうん、だから、うん、だからバレるようにつけたの怖、うん、結構怖いなって思ったんですけど、ね、うんうん、どうなんだろうなって今そのマフラー赤いマフラーで思い出したっす。あ、うん、でもなんかその首筋に夢の跡があったらおしゃれだなっていう思ったっす。その話もなんか あこの話のね、うん、すごい小さい時に、うん、あなたが、うん、首に、うんうん、キスしてきた時の跡があるのよみたいな。あ、それを、うん、あのこう消えないようにとか、結婚してからみたいな。あ、なるほど、おしゃれだなと思ったっすけど、うん、首が落ちたっす首が落ちる、ゴトンと首が落ちたっす、はい、うん、そういう、うん、話でした。また木村さん歌詞考察やってくださいよ歌詞考察は、うん、サブちゃんですけど、うん、まあそうだね、リクエストしたい曲いっぱいありますけどね。まあそうね、うん、なんかさ、著作権がみたいな話もあるじゃない、ね、そう、なんか、うん、なかなか読み上げが難しいだろうみたいなね。そうそう、まあでも、うん、なんか噂によるとその動画の価値として、うん、その歌詞を言ってる部分、うん、ただ歌詞を紹介するだけだと、うん、歌詞の紹介動画になっちゃうじゃん、はいはいはい、それだと著作権に引っかかるけど、これはこうなんだっていう、こう歌詞があって、うん、その考察が例えば9割あれば、うん、新たな情報を付け加えてるっていうことで、なるほどなるほど、うん、引っかからないみたいな話も聞いたことあるんですよ、ね、うんうんうん、なんかガイドライン欲しいっすよね、そこら辺ね。そう、面白かったっすけどね、俺は木村リリックね、もう初期の初期ですね、あの気になる方は見て、今もあるかな、あるスターブちゃんには、はい、全部上がってますんで、うん、なんか著作権がなんたらでやばいかもみたいな話で消せなかったっけ、ね、そう、それはおからじのメインの方で、うん、本当は怖い歌詞みたいなのやつ は、 いはいはい、はい、ちょっと著作権の関係でって非公開にはしましたけど、ね、うんうんうん、なるほど、そうかそうか、うん、またやりたいんですけどね、本当は ね、 ね、結構いいね、受けも良かったし、うんうんうん、うん、ということで、はい、なんかということで、このライトな都市伝説持ってる方はコメント欄とかにもまた、ね、そうですね、うん、教えていただければ嬉しいなと、うんうん、なんかこういうのでいいよね、ね、うん、面白かったっす、面白かったっすね、がっつり都市伝説っていう、こういうのでいいんすよ本当に、うんうん、これのこれ多分すぐ上がると思うんですけど、うん、これの次に上がる俺が怖い話してっていうスレッドを読むやつがあるんですけど、うんうん、予告、うん、はい、うん、そのところにもね、うん、ちょっと岐阜県の昭和の半ばの人たちが子供だったとか、うん、昭和の半ばに子供だった人たちの間で流行った飛び降りちゃんっていう遊びに関してのお話があるんですけど、うん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 、それもまたちょっとその次のやつでやるんで、気になる気になる、ね、うん、気になるよ、もうすごい短い話なんですけど、それもなんか都市伝説めいたお話だなと、予告動画みたいな付け加えてるやんいやいやいやすごいやん、はい、いやいや全然そんなことないですけど、ちょっと楽しみになっちゃうね、はい、それもちょっと気になるんで、わかりました、はい、あと PTA と子供会のことを詳しく知ってる人、う、ね、うんうんうん、うん、ラブアフェアの考察も皆さんよろしくお願いします。盛りだくさんだなコメント書くことがいっぱいあった方がいっぱいだね、木村さんがね、コメント返してるんで、うん、うん、そうです、返してます、はい、全部のコメントで返してるんで、ぜひぜひお願いします、お願いします、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。